しばらくすると、頬に何か触れた感触があった。うっすら目を開けると、レイ先輩が俺の頬に手を触れていた。レイ先輩は優しい目で俺のことを見ていた。そして、近づいてくるレイ先輩の顔。俺は、ぼんやりとその光景を見ながら、レイ先輩の顔に触れようと手を伸ばした。やっと、憧れの女性と一つになれるんだ。俺は羽田亮、26歳。あるデザイン会社でイラストレーターとして働いている。働き始めて3年目になるが、俺はまだまだ実力不足で、先輩たちのアシスタント的な仕事が大半を占めている。同期の中にはすでに独り立ちし、有名ファッション雑誌でモデルのイラストを描いているやつなんかもいる。焦る気持ちもありながら、目の前の仕事を手を抜くわけにはいかず、日々奮闘している。りょうさん、これだとクライアントが求めてるイメージと違うんだよね。もっとクライアントの目線に立って描かないとダメだよ。そう俺に指導するのは古川玲先輩だ。彼女は大学時代の先輩で、今は俺の直属の上司になる。玲先輩は俺より3つ上だが、実力が認められ、今では主任という立場にいる。大学時代から玲先輩は、人にも自分にも厳しい人だった。完璧主義というのだろうか。妥協を一切許さず、常に最高のものを作り上げようという熱意を持って仕事に取り組んでいる。厳しい意見も言われることが多いが、俺はそんなレイ先輩を尊敬している。そして俺はレイ先輩のことを上司として見ながら、女性としての魅力も感じている。彼女をそう見るようになったのは、レイ先輩が大学4年生の時だ。俺とレイ先輩は美術部に所属しており、レイ先輩は学生参加のコンテストに自作の絵を出したのだ。結果は最優秀賞ではなく副賞であった。実際のところ副賞であっても、周りはお祝いムードになっていた。部室で打ち上げをしようということになり、部員をはじめ顧問や教授たちも集まってきた。さすがレイさん、入賞するなんてすごい、など称賛の声を上げるが、レイ先輩はそんなみんなの言葉に少し困ったような笑顔をしていた。しばらくするとレイ先輩の姿が見えなくなっていた。俺は用を足しに行こうと思い、部室を出てトイレに向かう途中、誰もいない部屋にレイ先輩一人でいるのが見えた。声をかけようかと思った瞬間、俺は固まってしまった。レイ先輩は泣いていたのだ。その姿に声をかけられず、ただ立っていると、気配に気づいたのか、レイ先輩は俺の方を振り向いた。あ、レイ先輩、大丈夫ですか？俺が戸惑いながらもそう聞くと、レイ先輩は袖で涙を拭うと、大丈夫、と一言だけ言って、俺の横を抜け、去っていってしまった。レイ先輩、悔しかったんだ。レイ先輩は常に上を目指していたんだ。妥協を許さず、最優秀賞を取るために必死だったのだろう。副賞なんかじゃ納得できるわけなかったんだ。そんなレイ先輩の気持ちもわからず、お祝いの言葉を言ってしまったことに後悔したが、それと同時に、その気高い気持ちを持った彼女をかっこいいと思った。そしてその反面、綺麗な涙を流すレイ先輩に見とれてしまった自分がいた。レイ先輩を一人の女性として意識してしまうようになったのはこの頃からだった。そして今、そんな彼女と同じ会社で働いている。ダメ元でレイ先輩の働く会社に応募したところ、奇跡的に内定が決まった時は本当に嬉しかった。社会人となったレイ先輩は学生の時と変わっていなかった。今では俺の上司となり、日々叱られてばかりだが、いつかは認められたいと毎日がむしゃらに頑張っている。
ある時、俺は雑誌に載せるイラストの仕事を任されることになった。それなりにメジャーな雑誌であるため、俺にとっては今までにない大きな仕事だ。アシスタントではなく、俺がメインとなるが、サポートとしてレイ先輩がついてくれることになった。俺にとっては仕事としてもレイ先輩にいいとこ見せるチャンスだ。そう思うと気合が入った。レイ先輩にアドバイスをもらい、幾度となくイラストを描き直し、そして結果的にクライアントに気に入ってもらえるイラストを描き上げることができた。仕事は大成功。打ち上げと称してレイ先輩と二人で飲みに行くことになった。とりあえず会社近くの居酒屋に入り、酒を飲みながら楽しく語り合った。酒も入って気分も変わったのか、レイ先輩は普段は絶対に言わない仕事の愚痴を言い始めた。部長のやつ、絵のことなんて分かってないくせに偉そうに文句言ってくるんだよね。絶対あいつより出世してやるんだから。ねえ、りょう、聞いてるの？俺は、はいはい、聞いてますよ。と答えながら、饒舌になったレイ先輩の愚痴を聞き続けた。普段仕事人間なレイ先輩の人間味のある姿を見れて、俺はなんだか嬉しかった。居酒屋でお腹いっぱいになった後、二軒目は落ち着いた雰囲気のあるバーに行くことにした。俺たちはそこでも会話を楽しみ、話題はいつの間にか学生時代の話になっていた。あの時のことを少し思い出したが、今ここでその話題を出すのは違うなと思い、やめといた。レイ先輩の家には学生時代に描いた絵をまだ保管しているという話になった。そうなんですか？俺、また先輩の絵見たいな。今度見せてくださいよ。もちろん俺は会社に持ってきてもらうか、スマホで撮って見せてもらうつもりで言ったのだが、思いもよらない言葉が返ってきた。見たいの？じゃあ、この後家に来る？え？俺は予想もしなかった先輩の誘いに戸惑ってしまった。先輩は酒も入っているからか、頬がほんのりと赤くなり、色気のある表情をしていた。家に行って、いいんですか？いいから誘ってるんじゃん。今日は楽しかったし、もうちょっと付き合ってよ。はい、もちろんです。そうして俺たちは会計を済ませ、タクシーに乗って先輩の家に向かった。先輩の家に着くまで、俺は気が気でなかった。これから好きな人の家にお邪魔するのだ。嬉しい分、とても緊張していた。部屋に着くと、レイ先輩は冷蔵庫から缶ビールを2本出してきた。それを2人で飲みながら、大学時代の話で盛り上がった。俺は結構酒は強い方だが、今日はそれなりに飲んでいたので、酔いが回ってきた。レイ先輩の話を聞いているうちに、うとうととしてきてしまった。気づけば、レイ先輩の隣に寝転がっていた。しばらくすると、頬に何か触れた感触があった。うっすら目を開けると、レイ先輩が俺の頬に手を触れていた。レイ先輩は、優しい目で俺のことを見ていた。そして、近づいてくるレイ先輩の顔。俺は、ぼんやりとその光景を見ながら、レイ先輩の顔に触れようと手を伸ばした。やっと憧れの女性と一つになれるんだ。そう思いながら顔に俺の手が触れた瞬間、ぬいぐるみを触ったような感触が伝わってきた。あれ？俺が寝ぼけながらも先輩の顔にもう一度手を触れたが、やはり同じ。そしてレイ先輩は、にゃん！と言った。にゃあ？俺はそこで目が覚めた。すると、俺の胸あたりに猫が乗っていた。その猫は、俺と目が合うと、また、にゃあ！と鳴いた。あれ？猫？レイ先輩？
俺は猫と周りの光景を交互に見ているうちに頭がはっきりしてきた。そして、ああ、夢か。そうだよな。そんなうまいこといくわけないよな。俺は夢の内容と自分の勘違いに思わず笑ってしまった。目をこすりながら起きようとしたとき、甘い香りがしてきた。おはよう、起きた？はい、おはようございます。ごめんね、みーちゃんが起こしちゃったみたいね。寝ぼけた頭で昨日のことを必死に思い出す。どうやら俺はあの後そのまま寝てしまったのだ。しかも先輩のベッドにまで上がり込み、俺一人で占領していたようだ。すみません。寝てしまった上にベッドを勝手に使ってしまって。いいのよ。気にしないで。昨日は結構飲んで酔ってたもんね。それより朝ごはん食べる？ホットケーキ作ったんだけど。甘い匂いを感じたのは先輩が作ったホットケーキだったんだ。先輩の素振りから本当に気にしていないようだった。安心したがその反面、少し寂しいというか複雑な気持ちになった。はい、いただきます。いろいろと反省することはあったが、作ってもらったホットケーキはとても美味しかった。まともな朝食なんて久しぶりだな。そんなことを考え食べながら、ふとキッチンの方に目をやると、様々な調理器具や調味料が並べられていた。レイ先輩って結構料理するんですか？うん、するよ。得意って言えるほどかはわかんないけど、作るのは結構好きなんだ。レイ先輩にそんな家庭的な一面があるなんて知らなかった。そして部屋の中には猫のクッションやグッズが所々に飾られていた。しかも猫好きなんですね。小さい頃から家で猫を飼っててね。一人暮らしを始めてからもこの子を飼い始めて一緒に暮らしてるんだ。そう言いながらみーちゃんを抱きかかえ膝の上に乗せた。その後レイ先輩は朝食を食べてる間、みーちゃんがいかに可愛いかを熱弁していた。そして朝食を食べ終え、これ以上長居するのも悪いと思い、俺は帰ることにした。残念な気持ちもあったが、今日はレイ先輩の意外な一面を見ることができて嬉しかった。じゃあまた会社でと言って玄関から出ようとした時、レイ先輩は何か言いたそうにもごもごしていた。どうしたんですか？リョウ、あのね、今日のこと会社の人には言わないでね。元から言うつもりなんてなかったが、そのお願いにはちょっとがっかりした。そうだよな。俺がレイ先輩の家に泊まったなんて、みんなには知られたくないよな。俺は、わかりました、と言おうとした瞬間、私が猫好きで、可愛いもの好きってこと知られると、なんか恥ずかしいからさ、内緒にしといてよ。そっちか。俺は笑いそうになりながらも、もちろんですよ。誰かに言ったりしないので、安心してください。レイ先輩は俺の返事を聞くとニコッと笑い、じゃあまたね、と手を振って見送ってくれた。帰り道、俺は昨日からのことを思い出していた。いっぱい話したし、レイ先輩の部屋に泊まって朝食までご馳走してもらった。そしてレイ先輩の可愛い一面も見れた。こんなこと他の誰にも言うわけがない。俺たちだけの秘密だ。俺はにやけた顔を隠しながら歩いていった。その日からか、なんとなくだが、俺とレイ先輩の距離が近くなったように感じるようになった。二人で残業し、遅くなった時は、深夜に女性一人で歩かせるのは心配になり、俺が家まで送ることもあった。ある日のこと、レイ先輩を家まで送った後、自分も帰ろうとした時、後ろから、あ！というレイ先輩の声がした。振り向くと、レイ先輩はポストから出した郵便物を見ており、手に一枚の封筒を持っていた。どうしたんですか？
この封筒。俺は先輩の元まで戻り、封筒を確認させてもらったが、宛先も差出人も書かれていなかった。開けていいですか？レイ先輩に確認を取り、封を開けると、中には一枚の手紙が入っていた。取り出し、中身を見てみると、俺は背筋に冷たいものが走った。いつも見ているからね。それだけが書いてあった。え？これって、ストーカーとか、そういうやつじゃないですか？うん。実は、今までにも何回かこうやって手紙が入っていることがあって。完全にストーカーじゃないですか。警察に相談しましょうよ。いや、もう警察には相談したことはあるんだ。だけど、この手紙だけで実害はないし、見回りを強化しますってだけで終わっちゃったんだよね。そう話すレイ先輩は不安そうな表情をしていた。俺はその日から毎日レイ先輩を送るようになった。疲れているのにごめんね、毎日送ってもらっちゃって。いやいや、全然心配ですし、こうやっている方が俺も安心できるので。そっか、ありがとう。しかし、このままでは何も解決しない。実害はないとはいえ、レイ先輩に不安な日々が続くことは許せなかった。俺はレイ先輩に許可をもらい、次の休日、先輩の家の近くでストーカーを待ち伏せすることにした。その日にストーカーが来るという確信は何もなかったが、俺自身も何かしていないと気が気でなかった。張り込みを開始してから数時間後、日も暮れようとした時に、一人の男がポストの方へ歩いていくのが見えた。年齢的に30代後半だろうか。その男は封筒らしきものを手に持っているのが見えた。あいつか？しばらく見ていると、その男は持っていた封筒をレイ先輩のポストに入れたのだ。俺はその瞬間を確認し、その男の元へ駆け寄った。おい、あんた今ポストに何入れた？男は俺の声に驚き、体をビクッと震わせながら振り返った。は？なんだお前、俺は何もしてない。その動揺ぶりからこいつがストーカーだと確信した。あんた毎日手紙入れてるよな。これストーカー行為だって分かってるのか？違う、俺はそんなつもりじゃ。俺は男の腕を掴んだまま警察に連絡した。そしてしばらくして警察は到着し、男の身柄を引き渡した。今回も実害があったわけじゃないが、警察から男に警告はしてもらえた。警察の方から男の家族にも連絡が行くということで、おそらく同じことは繰り返さないだろう。あとは警察に任せ、俺はレイ先輩に事の顛末を説明し、もう心配ないことを伝えた。レイ先輩は俺の話の途中で泣き出していた。やっぱりずっと不安だったのだろう。ストーカーが捕まって安心したんだろうな。りょう、よかった。え？待ち伏せするなんて言うから、ストーカーが来たとしても、りょうに何かあったらどうしようって、ずっと不安だったから。ああ。レイ先輩は自分のことよりも、俺のことを心配してくれていたのか。そのことに気づいたとき、俺は胸の中が熱くなった。心配かけました。でも、大事な人が困っていたら、助けたいって思っちゃって。え？レイ先輩は潤んだ目で俺を見た。レイ先輩のこと好きなんです。守りたかったんですよ。レイ先輩は俺の告白に驚いた表情を見せたが、すぐに笑顔になった。その笑顔を見て、俺はレイ先輩を抱きしめた。それから俺はレイ先輩に付き合ってほしいと伝えた。レイ先輩は手で顔を覆いながら、よろしくお願いします、
と答えてくれた。それから会社ではお互い付き合っていることは秘密にしていたが、結果的に二人とも隠しきれず、交際していることがみんなにバレてしまった。どちらかというと、レイ先輩の方が雰囲気が変わってしまったようで、男性社員からも、なんかレイさん可愛くなったよな、などと言われることが多くなったようだ。それから2年後、俺はプロポーズし、レイ先輩と結婚することになった。指輪を渡した時、レイ先輩は3度目の泣き顔を見せてくれたが、それが今までに見たこともない幸せな笑顔だったことはずっと忘れない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。